俺は不登校の方がまともなんちゃうかなってしょっちゅう思う。もう寝る間も惜しいんで動きたくなるものに出会えばもうあと何もせんでいい。だからそれだから本で言うたら目次みたいなもん。いろんな生き方が世の中にはあって、ええ学校行ってええ会社就職するだけでは全くないんよみたいな。そういうこと。何年か前に中学生で高校で中学で行ってなくて、お前な学校行かんと何してんねん言うたら、荒野行動って知ってますよってゲームで、もう聞いたことあるなって、俺荒野行動で結構ええとこ行ってんねんやって言って、そうなんやって、じゃあそれもとことん貫いてみたらええんちゃう、どうせ学校行ってないし時間いっぱいあんねんからさ、なんか稼げるぐらい行ってみろや言うたら、日本全土と韓国の合同の大イベントで日本韓国の中で15位ぐらいになったのかな、あいつ。で中学生やけどあいつ年収1000万以上あります、ね、賞金もらえるやつ、ね、中学生で年収1000万、親より稼ぐようになったら親学校行きなさいってもう言えないですよね。だけどそいつは言ってた、僕親になんかゲームばっかしてて何してんのって怒られてたら今のこれないわって。でもお前ゲームやるんやったらとことん行けって言うてもうたから遠慮なく学校休んで行って、こんなになりましたって言ったら、であっちゃこっちゃタッチへ呼ばれるようになって、そんな海外向かなかになって、で中学行ってないけどあいつ英語だいぶ達者よ。英語喋れんかったらゲームの業界で長生きできひんから、英語いるってなったらもう夢中になって勉強したら学校行かんでも英語ベラベラ喋れるって。ここって何なんて思われる。まだスイッチです。それも一個のことを一生懸命やってて結果が出えへんかったら、もっと一生懸命やってるやつの手伝いしたいとかね、そいつをもっと輝かせれる自分になりたいとかね、やっていいことにはそのお家がつながってこへん。でも何もしないと何も始まらない。うん、まあ、好きなことをやってみいやってとことんって結果なんかどうでもいいねんって言って、その雰囲気を俺は子供たちには持ってほしい。だから俺も三男坊がお前どうすんねんって小学校の時にね、俺 YouTuber になろうかなとかって言うと、これ言われると親一番いやらしいよなって言うから、いや俺はそう思わんよって、お前 YouTuber になるの、ほんならな俺が先 YouTuber になってどうすればチャンネル登録増やせれるか、お父さんちょっと先やったのかって言うて、で僕は息子より先 YouTuber になる。でチャンネル登録を増やすしんどさも教えてあげたし、でもある程度になったら YouTube の会社からちょっとだけ認められて金が振り込まれてくる、広告料が入るようになって、で初めて一緒に金振り込まれたらしいね、行こうかって通帳見に行ったら400何十円笑うわ、俺の小遣いより少ねえしとかって言ってゲラゲラ銀行であいつ笑ってたけど、でもな、イチロー選手も初めてボール握った時は素人やったんで、大谷翔平も初めてバット握った日はど素人やったんで、そこから何をするかでああなるわけやろ。お父さん今400何十円やけど見とれん、お父さん今日はまだな初心者やねん、でもお前にやれるんやって見せたろかなと思うから、ボール続けるよ悪いけど踏み焼きって言うてやってて、何万も広告料もらうようになったら、お父さんすげえよな、うん、で俺はお父さんほどのことはできひんなって考えるようになったんで、 YouTuber っても言わなくなった。で俺はもっとリアルな場で何かするかなって自粛で考えるので、俺は何も否定はしたもん、やってみ、やり方わからんやろ、じゃあ俺がさっきやったのかって手本見したのか、いやそんなもん食っていけるわけないとかって言われると、もう子供は親に心開かんし、この言わんはさっきなるの言うてマジでってなると、親に何でも言うようになるし心開く。だから俺は子供たちが何考えてるか全部分かってる。
だってあいつら何でも言うもん。で子供たちがお父さん大好きってなったらね、嫁はもう物言われへん、うん、だって子供たちが心から好きで心から大好きってでお父さんみたいになりたい俺みたいになったらもうおかん出てくる好きにあらへん。ただ僕はもうあえてやけどだいぶ奇抜やったけど僕はもう別に高校なんか行かんでいいねんって、うん、むしろお前ら行かんといてみたいな、うん、だってもうこれ以上みんな一緒のルールの髪型でみんな一緒の制服着させられてなんで8時半に行かなあかんってなんで誰かが決めたカリキュラムの勉強せなあかんってでもしててもね週3回ぐらい英語の授業あって中学3年高校3年6年英語の授業みんな受けてきたけど誰も英語喋れてないんじゃんってことは結果どうやねんって言ったらあの頃点数の競い合いしてただけなんですよ。文法覚えて単語覚えて隣のやつより A 点取って隣のやつより A ネームバリューの高校に行くことみたいなで A 高校行って A 大学行ってるそいつらがリストカットしまくりで僕のところへ助けてって人がいっぱい来るんですよ。それが高橋さん京都大学出身とかね同志社大学出てるとかね東京理科大学とか横浜国立大学とかもう夢の超一流国公立出てんのに人間力が低いがために何やってもうまくいかないよね。だから僕はもう学力のシフトはもう中学で終わりでいいんじゃん。で中学3年の15歳の原服からはもう人間力に切り替える。どれだけ人を喜ばせるかどれだけ人の役に立つことをする人間になるかっていうことの方へシフトした方がなんか AI がバンバンこれから世の中で当たり前になってくるしロボットがどんどん出てくるからその精密なものを組み立てるとかこうプログラミングされたものをその通りにとかいうのはもう人間はコンピューターだ AI だロボットにももうおそらく勝てなくなってくるん でその時に人が人らしく生きる一番手っ取り早い方法はやっぱり人を喜ばせたり感動させることちゃうかなってゼロから1を作っていけれるそういうコミュニケーション能力のあり方を大事にしている。それと学校運営って逆やねん。みんな枠の中でみんなそのはめていって個性消していくようになったらしたからなんかだから俺は普通科高校とかあんま好きやない。普通科行ってお前何の勉強してんの普通の人間にしてもらいに行ってんの可もなく不可もなく上の言うことを聞くお利口ちゃんの普通人間になりたかったら僕は普通科高校行ったらいいと思うんですよ。でちゃんと8時半に学校行き決められた制服着て決められたヘアスタイルでその言われたことを言われた通りに守ってるやつが幸せに生きていける世の中がこの後続くのならばそれでいいけれどそんなんはもう意味も価値もあんまなくなってくんちゃうかやって思うからぶっ飛んでみって。なんで僕は中学の途中から長男なんかもニュージーランド行かしたりとかでとにかく世界見てきてみてで世界中から留学しに来てる学校行ったらお父さん俺なんてちっぽけな世界におったんやろってで友達の LINE とかで見るとで、まあ、うちの長男中学3年の時にもニュージーにいたからでも中学時代の同級生とかとつながっててするとねいや俺伊勢高校受かったよかった宇治山田高校受かったよかったみたいなあんな LINE 流れてくるとうちの息子僕に言ってたわあのさ伊勢高校受かったとか落ちたとかさもう俺乳児におるとねなんかどうでもいいやんそんなことその伊勢高校が頭ようてそれよりちょっとアホが宇治山田高校それよりもうちょっとアホが明野高校そのもうちょっとアホが鳥羽高校そのもっとアホが渡来高校そんなこと知ってんの伊勢の人だけなんだよ。ここで今言うてもみんなわからないでしょ。だ伊勢というちっちゃなコミュニティの中に順番と比較があるというその中にいてること自体がもうすでにもったいないんですよ。もうすでにもったいない。ニュージーから見てたらどうでもいいやんそんなこと。お前何できんねん。お前は何の特徴があるねんっていうことしか世界の評価はないから、うん、だったらその一人一人の何が個性の
伸ばしてやることなんだろうなって、うん、お父さん、俺さ就職するっつってもさ高校行ってるわけじゃねえから、その誰が俺の就職を手伝ってくれる先生おるわけでもねえしさ、俺出て就職したらええやろって俺に言った時に、おるやんけ目の前に就職のお手伝いするやつが。でも俺その時言ったのは、あんな就職っていうのは第二のプロポーズって僕は前から言って、一番好きな女性に結婚してください、これプロポーズで、お前男のお前がね心の底から惚れ込んだ男の人のそばに行って毎日その人の言葉を聞き、その人のお役に立つために仕事をするということをやればね、1年2年で人間めっちゃ成長するって。世の中見てみ、みんななんぼ給料くれるね、自分が行こうとしてる会社の大きさ有名さ、これによって潰れないかどうかの不安が拭える、あとはそういう仕事をしてたら友達がどう噂するかっていう世間体、金と将来性と世間体をベースに世の中の若者のほぼ全てがそれで人生選んでる。だからみんな文句言って、酒飲んであいつがどうだ、上司のあいつが向かってくる、この労働条件どうやねんみたいなことの文句ばっかり言いながら仕事してるから成長する。一番若者が成長するのは大好きな人のそばで一緒に生きるって俺は思ってる。なんで次男、お父さん就職は第二のプロポーズって思ってる。お前の一番尊敬できてこんな人になりたいと思う人誰か言うてみんって言ったら、そりゃお父さんやろって言うから、言うかなと思ってたけど、でもまあ目の前にいるから気使うお前の気持ちもまあわからんでもないねみたいな、でもじゃあ2位は誰やねん、2番目はって言ったら、あの時15歳の俺を受け入れてくれたあの南学院長はほんまにすごい人やって、俺あの人みたいに若い子にそういうものを与えられるような人間になりたいなと思ってさって言うたから、じゃあ携帯に南学院長の電話番号入ってるやろ、かけろ今から先生の学校で働かせてください、給料なんかどうでもいいです、労働条件なんかどうでもいいです、これ何でもやるから、とにかく南先生のそばに俺を置いてくださいって言うてる。だから5分で出社決まって今でも鹿児島で働いてる。その次男はお金が今回ちょっといろいろとあれで回らんなんて言ってもって悪いけど、お父さんちょっと何万か助けてとか次男は俺に一回も言ったことない、一回も。給料いくらもらってるか僕知らない。4年ぐらい、ぼちぼち多分この学校俺乗っ取るかもしれんな言って、下手すると生徒のみんな委員長より俺に向いてんねんみたいなもう思い込みの大きさはすごいねみたいな。でも委員長も言ってる、僕にできやんことをあの子はやるって。で先生方と生徒の間のすごい役割果たしてるって。将来僕はもう73になってるから本当にこの学校をあの子が学校みたいな形を例えば三重県でやるとかね、大阪でやるとか、中村さんがね息子のためになんとか応援とかってやるから、この子は教育者としてすごい大輪の花からします。でも給料は大した多くない、知らんけど聞いたことない、だけどめちゃくちゃ満足してる。一般の評価されるものをやっぱり親って見たらね、そっち行きたがるんですよね。だけどさっきの話じゃないけど、大多数が行く方にはチャンスってあんまない、少数派の中にチャンスありやから。だからそのね、南学院長っていうのがやってるあの IBS 外語学院っていうのも僕はもうすごい大好きなんやけど、考えたらあの IBS 外語学院って株式会社南アカデミーっていう会社が経営してるんですよ。で株式会社のだけど、オレンジが、オレンジは有限会社やけど、有限会社黒船カンパニーが経営している
中村文明学校を勝手に作ってもいいんですよ。ただ文科省は認定しません。で最終学歴、中村文明学校を卒業してますとは言えない。言ったって世間はそれを認めないから。でもそんなものを認められるとか認められやんとかみたいなくだらんことどうでもいいねんっていう子たちが相手に言ってる。なんで僕ら大人が変な話、これから好きなように学校を作ってもいいんですよね。文科省の認可を得ようとするから学校が作りにくい。助成金をもらおうと思うから学校が作れないだけで、株式会社森田学校でもいいんですよ。中村文明学校でもいいんですよ。来たいやつが来ればそこで何を教えるかができます。